どっちなの？俺は怪しいと思ったのは矢作さんを押しました。はい、なんで矢作さんが、やっぱり矢作さんはグイグイ来ないけど、やっぱ中村ちゃんがあそこで手を挙げたり、あの僕と小木さんと一対一になった時に、私本当に占い師ですからって言った一言っていうのは僕なんて結構でかくて、神保さんって、僕はですね伊藤さんを押したんですよ今。はい、で伊藤さんをちょっと怪しいと思ってたんですけど、占い師として中村さんはもう間違いなくそうだと思うんですよ。中村さんが伊藤さんを市民だって言ったってことは、ここはもう固いと思うんですよ。で加納さんも市民だと思うんですよ。で俺も占ってるんですよ。はい、で今おっしゃいましたよね、市民だ、市民だって。そうですよね。そうするとこの4人は、まあ僕も含めて5人は硬いと思う。硬いんですよ。いや、神保さんのまだ確定は出ないです。神保さんの意見からしたらそうだけど、今一番白格なのは伊藤さんかな、みんなから思われてる。神保さんはまだフラットです、俺の中では。絶対市民だね。今どういう状況だと見てる、このこの状況ですか。いや、僕は加納さん言ってることは確かだと思ってます。はい、もう圧倒的ね、普通な市民っていう、白に近い市民っていうこともあります。疑ってないのね。はい、で僕の見方としてはどちらかというと占い師だと思ってます。もうなんそれが分かんないんだよ俺。こっちの方がでも先に、俺先に言ってんだよ、もう本当に嫌で、後から行くと疑われるから、疑われるタイプだから。でも50%50%なんだよ。ここが今残しといた方がいいと思います。はい。小木さんが裏切り者だと皆さん確定。確定出ない。まだいる可能性あるもん。裏切り者は。裏切り者臭いけどね。動きがね、一番裏切りっぽいですよ。次誰を占いたいと思ってますか？あ、それを誰が決めるかを一番そのなんだろう、ド市民、カノのことみんなド市民と思ってんだったら、カノに決めてもらった方がいいんだよね。いや、そうだと思いますよ。そうですね。お前じゃない今この中だったら、ここは分かんないし、同じレベルです。確かに全然分かんない。難しい。全く今分かんない二人だよ実は。まあ神保さんもね。分かんないですね。そしたら、まあここを占ったんですよね。じゃあ次ハリー君を占って同時に言ってみたらどうですか。